地下光学における焦点は、光軸に平行な光線が光学系に入射したとき、通過後の光線を延長した直線が光軸と交わる点である。レンズなどの光が両側から入射できる光学系については、焦点は二つ存在する。光学系の視点から焦点までの空気中での距離を焦点距離と呼ぶ。造点は、物上の一点から出た複数本の光線が、 再び収束する点である。すなわち物の,の位置に応じて増点は複数存在する。焦点は物が無限遠にある場合の増点である。誤解を招く恐れのない場合には増点を焦点と呼ぶこともある。増点は概念的には点であるとされるものの、物理的には桜園と呼ばれる空間的広がりを有する。このように理想的でなくなる原因としては、 光学系の収差が挙げられる。収差が無視できる場合に実現できる最小のサクラン円は、光学系の開口での解説によって生じる、エアリーディスクである。開口系が大きくなるほど収差はひどくなる傾向がある一方、エアリーディスク系は小さくなる。一部だけピントが合っている像の例。写真フォーカス距離デモンストレーション、竹屋根スクリーンやカメラの撮像面などの上で、 物点からの光がほぼ最大限に収束されている場合は、商店内、ピントが合っているなどと言われ、十分収束されていない場合には、商店街、ピントが外れているなどと言われる。商店内、外の境界は、桜園を基準として判断される場合がある。幾何学においては、円錐曲線の定義に用いられる2点を焦点と呼ぶ。円錐曲線を回転させてできる。 回転対面を鏡面としたものは、光学部品としてよく用いられる。以下、この節では、幾何学的焦点を単に焦点と表記する。凹面鏡の場合には、以下のような性質を持つ、突面鏡の場合にも凹面鏡と対照的に、以下のような性質を持つ、これら各種の非球面鏡の利用例としては、反射望遠鏡が参考になる。 回転楕円体の内長球を用いた鏡を楕円面鏡と呼ぶことが多い。平田玉を用いたものは平田球面鏡と呼ばれる。ありがとうございます。